建宗寺は、東京都港区元麻布にある、総唐州の寺で、2.26事件の青年将校の墓があることで知られる。寛永12年、鍋島藩書大藩主、鍋島勝重が放送で亡くした息子の鍋島、ただなおを弔い混流した。当時江戸府内では、寺院の新建が禁じられており、千葉橋菩大寺だった高輪正茂寺を買収し、 現在地に移すという手続きを取った。ただなおの改名、広告院伝経営剣宗大古寺から、広告山剣宗寺とこうした。以降、鍋島家の母大寺として、歴代当主の遺骨が収められたが、明治には、国本かす山に、新東墓所ができ、十一代、鍋島直弘は、青山墓地に埋葬されるなどしている。東京大空襲では、境内のほとんどを消失し、 本堂は昭和47年4月、首郎は昭和50年4月に再建された。境内には、鍋島ハイツという当時としては高級マンションがあったが、現在では建て直され、都内屈指の高級マンションとなっている。住所が東麻布になっている。鍋島家関連の墓は31基あり、すべて逸話棟である。当初葬られた鍋島忠名を、その父で、 初代佐賀藩主、鍋島勝茂、勝茂に、純太、重臣三十名、忠直の兄で、小木藩初代藩主の鍋島元茂、旧代藩主の鍋島成直やそれらの妻が葬られている。十代藩主、鍋島直政の墓もあったが、平成十一年春日山に移された、2.26事件で受難した、二十二子も葬られている。これには、 死刑となった19名に、自決した野中志郎、河野久志の2名、藍沢事件で死刑となった藍沢三郎が含まれている。当初は、遺体の引き渡しすら、ままならなかったが、栗原康秀の父友が自ら当時に入門し、当時の住職、藤田俊君と共に墓根流に奔走した。毎年2月26日、7月12日に、合同慰霊祭が取り行われる。 現在の母妃は昭和27年7月12日第17回紀法要時に混流された。鍋島家以外でも佐賀県関係者の墓が多い。有名人では元佐賀藩士の久米国武、その息子で洋画家の久米慶一郎、佐賀藩出身の政将、松尾義介、祖父が佐賀藩士だった市村清佐賀県生まれの宮地家六谷戸川幸男、父が 佐賀県出身の神原有明などがいる。明治43年の七里ヶ浜沖坊と遭難事故で犠牲になった図紙改正中学校生徒12名も葬られている。平成27年9月24日に胆管癌のため54歳の若さで亡くなった女優川島直美の墓もある。平成28年6月10日、夫、阿部塚俊彦の提案で、 デザインされた墓が混流され、納骨された。墓には、青年のワイン、ロマネコンティや、女優帽がかたどられ、下には、鎧塚の文字やダックスフントの絵が彫られている。平成29年3月1日に亡くなった、ミュージシャンムッシュカマヤツも葬られている。もともと、ヤツ家の墓は、小平にあったが、平成30年春に改装されたことが、 息子の太郎かまやつのツイッターにて公表された。ありがとうございます。